はいどうもこんばんは。12月29日金曜日深夜22時を回りました。今夜もニドネワークスの制作でオルタナティブスペースの湯気降りた大丈夫、ごきげんよう。お今さんありがとうございました。良いお年を。良いお年を。失礼しました、もう一度最初からやっていただきますはい、12月29日金曜日深夜22時を回りました。今夜もニドネワークスの制作で、はい、オルタナティブスペース湯気の運営をしている、はい、私小西睦月と、そのお友達、私は運営をしておりません、山口ケイトがお送りします。この後23時頃までお付き合いください。いや言うてる場合じゃないですよ。はいはい、何でしょう、ございましょう、何でございましょう。いやもう年の瀬ですよ。うん、もう年の瀬に次ぐ年の瀬。29日。いやなんかね、毎年のことですけど、やっぱクリスマスの存在感がでかすぎて、うん、そうね、終わった瞬間もうこの目の前にここ顔と顔つくんちゃうかぐらいの距離にこうもう年末がいるっていう、ね、おおびっくりしたみたいなね、なりますけど、全然ね、年末感を感じてないんですよ、ね、うん、まだ感じてないね。なんかね、仕事が今その31日まで全然あるんで、はいはいはい、はい、なんかそれもあってなんかふうもう年末だねみたいな瞬間がないっていうね。山口くんはもう納めました？僕はね、一昨日納めさせていただきまして。じゃあもう墓地年末感感じてるんじゃないですか？いやまあ全然年末は感じてないね。感じてない、うん、仕事も納めたし、もう忘年会も今のところ5回ぐらい行ったけどめちゃくちゃ納めてるやん。全然年末感は感じてない、ね、逆に何で年末感を感じてる人なんだろう。明日も忘年会あるけど全然まだ年末は感じてない。ゼロにしようとしてるやん今年の記憶そんな忘れることある？感じてないかな、まだ年末は。5個ってそんなないよ。だ、うん、友達とみたいなのが 1,2 個あったとしても、うん、なんだ職場と、そうね、があって、あとはなんだ誰かとご飯行くとかあっても忘年会っていう単位で5回もなくない？まず職場で2、うん、友達で2、うん、地元で2みたいな。あーなるほどね。6回行ってるあれちょっと何回どの忘年会に行ったかも忘れ始めて、もうこう追いついてしまってる。リセットされてるから、そう、記憶がこう蓄積されるのと追いついて忘年会をそれ以上に行ってるから、忘年会行くたびにリセットされてる。そうそれぐらい忘れていってるよね俺は、うん、わずかな記憶でやりくりしてんだよ。すごいコスパいいよ、うん、いいんかなそれカスの博士の愛した数式みたいなってる。確かに忘年会に行き過ぎたやつ忘年会行くたびに全て忘れてしまう。忘れていく、うん、これは劇場化すべきですね、うん、するんかな、ベストセラーなるんかな年末限定の部屋に転がった脱ぎ捨てた服です、こう全て今までのことを思い出すっていう転がった靴下見て、そうあそうや俺はこの前串カツ田中に行ったんやそう思い出すみたいな、ね、そうですよ。最後泣けるんかなちゃんと。そんな毎日を過ごしてますね。いやもう日本中が涙するような、うん、そうです、大晦日を期待してやっていきましょうか、ね、はい、それではそろそろ参りましょう。小西と山口の歌たね。はい、というわけでね、オープニングでもこう年末だなんて言っておりましたけれども、うん、年末ですよ。今回の企画も早速、はい、タイトルコールしちゃいたいと思います。教えてください。今回の企画は大喜利100発。おお、100発。あんま、パツで聞いたことないですね。大喜利の数を。年末といえばね、行く年来る年、紅白歌合戦、年越しそばいろいろありますけれども、大喜利を数えたこともないですし。除夜の鐘も皆さん忘れちゃいけません。まあそうね。除夜の鐘、煩悩の数だけ、うん、こう鐘をつくという。そういう年末行事があるわけですけど、言いますね、108個の煩悩ってあんまなんかピンとこないですけどね、108、うん、7つの大罪とかなんかこう、ああそうですね、あれとあれとみたいなね、数えられるけど、108の煩悩はほんまに108用意してんのか僕はまだ疑ってますけどねだからこの煩悩の数だけ我々は
金じゃなくて大喜利をついていこうじゃないかと。うん、消せるそれ。そういう企画でございます、うん、意味あるのかなそれ。煩悩の数だけ大喜利していこうじゃないかと、うん、あんま繋がらへんけどねそこね。そういうすごいね意気込みでやらせていただいております、うん、じゃあこれが全て回答できた暁には僕らはこう無事にそうです年を越せるということですね。こうね、やっぱ僧としてお坊さんとして完全なこう究極体になれるんです。アルティメットお坊さんになれるんです。お坊さんもじゃあ大喜利してんの年末。そうそう、あれあの煩悩の数だけって言ってるけど、あの毎回鐘つきながらあの、うん、こう心の中で大喜利してるからな、お坊さんたちは全員一本いってんねんあれ。一本ってこうやってるわけですから。それはちょっと嫌やな。そういう煩悩もありそうやけどね。108の中に確かにね、大喜利をすぐ考えてしまうっていう。なるほど。じゃあ今回はまあもう本当にコーナーとかをやる余裕はないと。そうです、うん、もうストイックに大喜利、大喜利に次ぐ大喜利、年の瀬に次ぐ年の瀬、はい、ちょっとよくわかんないけどね。やっていきたいと思います。はい、じゃあもうとにかく今日は大喜利、もうとにかく大喜利で、108発いったら今日は終わる、ね、ちゃんとカウントをしてもらえるみたいで。そうです、僕と山口くんとミキサーの総さんと、たくみさん、はい、この4人が合わせて108個の回答出すまでは番組が終わらないと、うん、その通りでございます、ということですね、うん、はい、わかりました。だからまあ単純に計算すると27問、うん、1人27回答をしないと108に到達しできないわけですから、ね、みんながポン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 出していったとして当分してね。なるほどね。そうです、まあ、そう考えたらそんな大変じゃない。いやで27回答よあんた。あんた大喜利27回答よ。いやでも今回僕らその放送までに、うん、あのお題を、お題をね、考えてくるのがあったじゃないですか。自分たちでこうお題考えて、だから自分たちでお題考えて自分たちで答えるって、まあこんな恥ずかしいことないですよ。こんな恥ずかしいことないよ、本当に。本当にリスナーの人たちもね、ぜひね、うん、ポンポン送ってくれたらいいのに。そうなんですよ。そうなんです。送ってくれたらよかったのにね。108人が1個ずつ考えてくれば、108人のリスナーが1個ずつ考えてくれればね。そうね、そうですよ、うん、一問一答で終わったかもしれない。そうですよ、だってこのあの二度寝ワークスの YouTube のチャンネルは一応130、ああよかった超えてる。135か125の登録者がいるわけですから。悲しいね、そのチャンネル登録者が一人一問考えてくれりゃこっちが20問も考える必要はなかったんです。そうね、でもお題の数はまあ十分あるんで、ちょっとむずいお題だなとかあったらもう次行って、そうそう、もうなんなら一問も答えずにね、うん、流したりとか、いけそうなお題はガンガン稼いでみたいな感じ。リスナーから来たやつとかもちょびちょび拾って読み上げていこうかなと、はい、だからもしかしたらもう1個目のお題がめちゃくちゃ良かったらそれで108回答いくかもしれないですそんな味するお題あるすごいな、ポンポン思いついちゃうみたいな。ギュってなってんねや、そのお題も。そう、刺激するぐらい。もしそうなったらごめんなさいね、先に謝ってください。ちょっともう後のお題もごめん、ほんまに考えてきてもらったけどごめんっていう可能性もまあなくはないですから。1人20個ぐらい考えましたよ僕ら。そうです、ニーシーローハーで80個はお題あるけど、うん、もしかしたらね、一応ね、一応可能性としてはなくはないんだ先に。いやじゃあちょっともう時間もねあれなんで。そうです、早速始めていきましょう。始めましょう、うん。さあというわけで、うん、うたたね年の瀬大喜利100発最初のお題お願いします。除夜の鐘1億8回つくとどうなる。一発目っぽいお題ですね。さあこれ年の瀬ですからね、先ほどちょうど除夜の鐘の話しておりました、はい、この108発にも絡めております。今回たくみさんとそうさんにもマイクがついていて、はい、ワイプからの回答もありますので、ね、そうですよ、だからもう言ったら、はい、渡辺拓実さんはね、東京から、うん、リモートでございます。もうリモート大喜利してるわけですから、うん、もう4人で力を合わせてねやっていきたいと思います。1億、ちなみにねその今間つなぐために言うと、僕がねこう今下にねこう顎の下にマスクをねこうつけたままでこう出てるんですけど、これあの大喜利人たちのコロナ禍の時のねこのマスクをこう下ろして答えるっていうののあれのオマージュでこう今ここにつけてます。 あれのというかあの時期大体みんなそうだっただけやけど ね気づいた方がいらっしゃったら、はい、よかったね幸先が悪い、全然思い浮かばないのこれ。
ちょっとどうなってんのよ。除夜の鐘に1億8回つくとどうなる。そうです、ね、いやーこれ本当あの番組のさ一本グランプリ の, あの BGM 流してるの。そうね、あの矢沢永吉の、いい、ね、うん、だからこうこれの本当にねこの自分たちのこのなんていうのあの喋りながら間を埋めるっていうのがこうなかなかね難しいんですよ。そう、地獄なのよこれ。うわーどうしよっかな。1億8回はい、もうこれねあのどんどんいっちゃいます。はい、私やらせていただきます。これあれか、自分で読み上げてトゥクルントゥントゥンで答えればいいのか。山口くん答えるときは僕がお題を読みましょう、はい、では除夜の鐘1億8回つくとどうなる。次の年まで筋肉痛。じゃあ達成したんですね。そうです、うん、1年間まるまる筋肉痛っていうね。まあもう次の除夜の鐘つくつかなあかんぐらいまでもう立ってるかもしれんけどね。そうちょっと一発目なんでね、あのほんと勢い任せで大して面白くないやつを言わせていただきました。ハードルをね下げたので他の3人が答えやすくなったかなと思います。本当はね僕もっと面白い回答できるんですけど一応ね他の3人にあんまりプレッシャーかけるのもなんかなと思って、すごいしょうもないお題を回答、うん、させていただいて、さぞ他の3人は今筆が走ってるんじゃないかなって思います。はいはい、お小西くんではお題を読みさせていただきます。除夜の鐘1億8回つくとどうなる。まあ本当にいろんなことがブワーッと起きた結果、それはそれは美しい花が咲く最終的にね。いいですねこのフリップの字の殴り書き具合もすごいいいですね。一輪の汚い汚い柵のこの走り書きした感じが誰も見たことのない、うん、綺麗な一輪のね、綺麗な一輪のあのなんか中国とかであるあのこう夜にしか咲かない花みたいなね、うん、月下美人みたいな、ね、あそうそうそう月下美人月下美人みたいな花がこう一輪の花がねパッと咲く、うん、さあどうしますか。一応こうねあのこう喋ってる私たち2人とも答えたわけですが、これ別に次のお題に行ってもいいし、あのまだまだ行くぞっていうのでも全然行きますけど、あ、渡辺匠さんが手を挙げております。じゃあ読み上げさせていただきます。除夜の鐘1億8回つくとどうなる。また別なお坊さんが指ハートをする。どうですか。人って変わるもんなんやねこの何より渡辺匠さんのこのフリップのこの堅物という字をちゃんと漢字で書くタイプ確かにちょっと、ね、インテリジェンスがちょっと見えちゃってね、ちょっと鼻につきましたけれども、そのうちヤクミツル の, あのクイズ回答みたいにこう明朝体で書き始めるね時間かけるなよってね、うん、いやまあでも徐々に重ねてきましたよ。もうだから3回と、うん、こう考えたらね、はい、あ、そうか、そうさんが除夜の鐘1億8回つくとどうなる。1億9回目はうまくいくうまくいってなかったよね。あるけどそういうなんか金言みたいなね1億8回うまくいく、うん、ドリカムみたいなドリカムみたいな1億9回目はうまくいくかもしれないっていうねあのその気持ちは大事やね。そうそう、吉美和も言ってました、うん、吉田美和か。1億8回耐えれるんやったらもう何も怖くないと思うんですけどねその人はね。逆にもうよく1億8回ね本当にもう根性でつけたなっていうことですよ、うん、いやいいですね。まあどうしよう、やっぱみんながこうね答えやすくなったのはやっぱあのひとえにあの次の年まで筋肉痛、あのしょうもない回答があったからこそやっぱみんなの意見がより出やすくなったというね、うん、そういう感じでございますよ。うわちょっともう次のお題いきますね。あ、次のお題いきますか次のお題いきましょう。お、来ましたね次のお題。大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。
難しいな、まず大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは何掃除を忘れたかってことね。なるほどね。まあ掃除っつってもね、いろいろありますよ、ね、本当に。大掃除しましたか。大掃除、大掃除どころかね、僕引っ越しして、あの二ほどきをまだしてないですね。だから逆にね、二ほどきをしないといけないよね。そうですよ。だからむしろね、本当掃除するために掃除しないといけないみたいな感じですね。まあ大掃除もね、それこそ年末行事ですから、掃除うわ、これもう普通になんか大掃除し忘れそうなところしか思い浮かばないなもうこの次行く大喜利金がパスする。あ、どうしますか。どうです、皆さんいけそうですか。ちょっと一旦こう一旦チャレンジさせていただきたい。ああ、チャレンジするね。一旦チャレンジする。はい、おっ、蒼さんが、はい。というわけで、大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。 iPhone の充電口。あるけど埃つまり、シンプルあるあるやけど充電できなくなるやつね。壊れてもうたんかなと思って爪楊枝刺したら、すっごいもうでっかい、あの鼻くそみたいな埃が出てくるやつね。あれどうやってあそこに詰まっててんやろなみたいなね、ほんまにぎゅうぎゅうにカッチカチのほこりが出てくるからね。だから掃除、ほんとね、そういう細かいところもあるし、意外とそのなんていうのね、当たり前すぎてそのもう汚れてたりすることが目につかなかったみたいなパターンもありますから。はい、はい、小西くん。大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。大胸右こめかみくるぶしどこどこのところ、要は洗い忘れんのよねどこの部位なの。体洗ってる時も大胸右こめかみくるぶしはね、聞いたことないけど、汚れがよく詰まるよってお母さんによく言われたんやけどね。聞いたことない。あんまし掃除しすぎるのもよくないとは言うんだけど、あなたの母だけよ多分それ言ってるの。これむずいな。大掃除、大掃除はね全然する習慣がないんですよね僕。なるほどね。掃除も普段そんなしないのにね。はい、お山口くん、では大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。もう末期のデスクトップ。確かにね。真ん中に絶対重要な書類。そう。絶対右端のなんかパワポとかいらんやろみたいな。いつのパワポか分からへんし。そう。作りかけのやつなんか、もうあのクラウドに上げたやつなんか分からへん。一応入れておいてるみたいなね。末期のデスクトップです。うん、でよくよく見てみたら同じタイトルで -1 みたいなねコピーしちゃったやつね、複製したやつやみたいになってたりするやつ、ね、うん、ありますあります。うん、はい、お、蒼さん、渡辺君、大掃除ついでに間違えた大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。鼻につくことしか言わない上司消し去ろうとしてるやん。掃除する予定ではあったんや。上司を消し去ろうとしてる。ダメですよそんなことしちゃ。いくら鼻についても上司を消し去っちゃダメですよ。さあどうですか皆さん、結構最初、お、はい、大掃除でつい掃除し忘れた掃除とは。これブロック崩しのこの角のところこのあるけど、なかなかね、この3つの角のところね、あの行きたい角じゃない方の角に跳ね返されたりしてね、なかなか消されへん時あるから。クイックルワイパーとかがあったら一発なんやけどね、うん、
松井棒とかがねあったらもうすぐ取れるんですけど、松井棒ブロック崩しからこう発想を得て作られたらしいね、あれね嘘つけ、あそこの角に届いたらっていう、ね、大嘘やないか。さあこの最初ちょっと思いつくかしらみたいな感じだったこのお題、割とポンポン出てきましたけど、はい、どうしますか、そろそろ次いきます、もう味しなきゃ、あ行きましょうさあ読み上げさせていただきます。この人絶対普段岩を食べているな、一体なぜそう思った。なるほど、絶対岩食べてる人なんですね、うん、絶対やで、絶対そうやな、だからまあなくはないですからね、ね、いる可能性はねなくはないです、いますからね、そういう人もね、なんかこうやっぱり岩であることが重要ですよね、そうね、うん、石じゃなくて岩ですから、ね、よりこう、はい、お小西くん早い。この人絶対普段岩を食べているな、一体なぜそう思った。お家遊びに行ったら置いてるカトラリーがフォーク、ナイフ、ピッケル、ハンマーだった食べてるな、カトラリーにそれ入ってたら食べてるな、それは普段から行ってる人、うん、お、はい、渡辺匠さん、この人絶対岩を食べているな、あリバーブかける場所を間違えたこの人普段絶対岩を食べているな、一体なぜそう思った。その人の次にトイレに入ったらいつもうんちが流れていないうんちにはなってんねや、すごい消化力すごい消化力です、絶対岩やなって確信した側も側やけど、確かにね絶対に詰まってるからなって、似た回答を出してしまいました、うんちかぶり、あらそうさんちなみに、はい、だからあの音に乗せずに見せときます、はい、どうしましょうか、便器がボロボロ、あうんち関連のね、あうんち発想かぶりね、そうですね、うんち発想かぶりってね、誰も喋っていない時間これ繋いでよ間は、あごめんなさい、はい、はい、はい、じゃあ山口お願いします、では行きましょう。この人絶対普段岩を食べているな、一体なぜそう思った。あの会社の同僚なんですけど、あのほぼカタツムリだもう出てきてんねや、そう普段食べてるやつがコンクリ食べてるからね、カタツムリ行動からとか言うんじゃなくてからから逆算されてんねや、そうそうそうってことはこれ岩食べてんの、そう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  お小西くんのね筆が走っております、なかなかねやっぱ、はい、あお、この人絶対普段岩を食べているな、一体なぜそう思った。岩役が怖がるポケモンの話しやんといてよ捕食対象やな、ポケモンの話しやんといてよ、天敵やからね、あそういうことなんですね、はい、あ、小西くん、この人絶対普段岩を食べているな、一体なぜそう思った。砂のことをコマ岩と呼んでいるなるほどね、あのチーズと粉チーズみたいな関係性ね、うん、豚コマとか、ね、あなるほど、ね、そういう感じね、うん、どうしますか
なんかちょもうちょっといけそうな気がしてしまうんだよね、はいはいうん、では渡辺拓さん、この人普段岩を食べているな、一体なぜそう思った？クックパッドのハッシュタグ岩のタグを作った人らしいという噂らしい人か、うん、間接的に聞いたけど、ね、一人だけね、あのグルメのタグと一緒に合わせて使ってるのね、ハッシュタグ岩でね。なかなか、お、はい、小西くん、いいね。この人、普段岩を食べているな、一体なぜそう思った？この前岩を見て、これ英語ランクだよって言ってた岩の中にもやっぱ多少ね、いいやつと悪いやつがあるんでしょう、きっと。ブランド岩石とかあるんでしょう、ね、あ、なるほどね、噛み応えのいいやつとか。ないかな次行きますか、次行きますか、いいですか、最後に。お、はいはい、はい、よし、では山口くん、この人絶対普段岩を食べてるな、一体なぜそう思った？なんかあんまり理由は強く聞けないんですけど、石チョコは許せないらしい逆のパターン、そうそうそう、岩やと思ってたのにチョコなんかいってなる人もいるんやね多分推測で、こっち側の推測で、うん、強くは理由聞けないけどこんなに怒るってことは、そうそうそう、石側の期待があったやと思ってた人側のこと、そっちでテンション上がってたんですよね。さあ次のお題行かせていただきます京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？確かにね、うん、京都三大がっかり、京都じゃないところやとこう、まあ、世界だとなんですかね、マーライオンとか北海道とかだと時計台とかね、意外とがっかりだったりしますけれども、はいはいはい、京都もね、まあ、いろいろ観光地とか多いわけですから、やっぱりね、要素が多いからね、多分答えやすいと思いますよ、ね、こういろいろあるからね、もじりがいがあると思います。物もたくさんあるしね、うん、どこを取り上げるかよね。そうですよ。京都三大がっかり。はい。はい、小西くん。京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？財政。確かに。それは本当にそう。うたたねはね、やっぱこういう、政治とかにも切り込んでいきますから、うん、ただふざけてるだけと思ったら大間違いですよ、皆さん、目の前の皆さん。京都はいい場所ですからね。そうですよ。うん、素敵な場所ですからね、うん、では京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？京都人本当はいい人がっかりしてるやん、本当はいい人受け待ちやったんや、皮肉とかも一個も言わないいい人、どっちそれはいや確かにその京都人的なねやつもありますからね。そうですよ、本当に、はい、うん、はい、お、京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？ふここに来てふふね、ふね、おふ、おふでテンション上がったことないね、うん、確かに、うん、ほんまにって思うもんね、その生ふが美味しいみたいな、うん、言うてるのに他で結構大体聞くんちゃうみたいな、うん、替え聞くんじゃないって思っちゃいがちですから、ね、生麩と焼肉やったら焼肉食べたいし、ね、うん、確かにそりゃそうですよそりゃそうですよ、高級な生麩とかよりね、うん、
はい。お、渡辺匠さん。京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？狭いコミュニティゆえ人間関係がズブズブ。本当の愚痴。めちゃくちゃ京都の愚痴や。本当の愚痴やった。やっぱね、これはほんまリモートで言ってる強さがあります、ね。京都でも狭いね、本当にね。首都から言ってますからね、本当に。誰も攻撃できないですから。僕らが今ここで言っちゃったらもうね、なんかボートがこう湯気に押し寄せてくるかもしれませんけど。確かに。あ、でも今もう20回答まで生きてますよ。あ、結構すごい。はいはい、小西君。京都三大がっかり、京都タワー、銀閣寺、あと何？みんな楽しかったのに結局みんな東京行っちゃうんだ。これはもうそれこそね、もう本当に渡辺匠さん、もういやプラス少し前の山口圭人。そうだね、う、山口くんが東京行った時もね、僕はすごい寂しかった。そうです、結局みんな一旦東京行っちゃうんだ。そうです、ね、京都ありきの東京都ですからね。東の京都と書いて東京都ですから。京都で調べようと思っても東京都に飲まれることあるよね。そうね、うん、確かに確かに、うん、こう内包しちゃってるから。そうそうそう、京都でのお店とかその場所調べてるの東京都のっていうのが、うん、出てきちゃうみたいなね。あれ鬱陶しいね、うん。さあどうしますか、次いきます、次のお題いっちゃいますか。いっちゃいましょうか。お題もたくさんあるしね、はい。ハイテクヤクザ、一体どんなやつ？あ、これいいですね。ハイテクヤクザね。いいお題。あ、ありがとうございます。はい。はい、小西君。ハイテクヤクザ、どんなやつ？ VR で勝ち込みをする。怖いんかな、それ。あれじゃあさっつって。それ怖いんかな。座ってる状態でね、みんな。勝ち込まれてる側も VR やからね。あ、なるほど、確かに。お互いにね。はい、私行かせていただきます。ではお題いきます。ハイテクヤクザ、一体どんなやつ？落とした指をクラウド保存している。そういう感じで落としてんねん。そうそうそう、指落としといてっつって、そうそうそう、ボコンってなってんねん、あれ。一旦こう見えないところに保存されてる。いややな、ちょっともうクラウドの容量いっぱいなんですけどっつって、めちゃくちゃ指が保存されてる。そうそうそう。恐ろしいことですよ。まだでかい容量契約しとかなあかんのっつって。いかついやつがね。うん、100ギガって意外とあっちゅう間やの。あんまりこうヤクザとつながらんね、その辺の言葉が。そうだね、何ギガとか言ってんのあんま想像つかへんもんね。そうそうそう。はい、はい、お、そうさん、ハイテクヤクザ、どんなやつ？みかじめペイで。そんなサービスがもうやっぱそっちでもできてんねや。何でも取り入れるんです、ね、うん、やっぱそりゃ向こうもね、やっぱ楽でしょうから、そっちの方がね、持ち合わせてない時もあるでしょうし。はい、あ、小西くん、はい。ハイテクヤクザ、どんなやつ？こう一人で復讐をしに行こうとした下っ端をね、こう親分が止めて、うん、おい待てやす、ビームサーベルは置いていけ。ハイテク。そんな武器一人でやり合うつもりやったんやろね、やすはね。すごい、うん、ほんまになんかスターウォーズみたいな世界線。
もう茶かなんか使ってられへん時代です。そうそう、捨て頃なんてもう逆にダサい。はいはい、渡辺智美さん、ハイテクヤクザどんなやつ？ SDGs にも敏感。いややな。ハイテクなんか。確かに確かに。ハイテクノロジーではないよな。確かにその通りですよ。危ない危ない、騙されるとこやった。次行く？あ、ちょっといいですか最後に。はい。はい。行かせていただきます。あ、え？誰も言ってくれ。すいません。じゃあ行きます。ハイテクヤクザどんなやつ？飛ばすのは。Wi-Fi だけにせえよ。やかましい。やかましいおやすみやな。はい。はい、あ、お、ここに来て、そうさん。ハイテクヤクザ、どんなやつ？組のブレインが、本当にブレイン。あるけど、なんかその SF 映画とかでね、うん。あそこの組長、姿を見せたことがねえって言われてたんだけど、もう肉体は飛びつけてたって、ね。脳しか残ってない。うん、ブレインが本当に脳みそだった。じゃあ最後いいですか。あ、はい、小西くん。ハイテクヤクザどんなやつ？こうもう事務所でこうバーンどんちゃん騒ぎのもう銃が飛び交う中で下でルンバがブーン。はい、まあまあまあハイテクは。ヤクザ掃き掃除なんかしてらんないですから、ね、うん。さあ。結構みんなポンポン出てきました、ハイテクヤクザ、はい、次のお題いきたいと思います。行きましょうか。ちなみにハイテクヤクザはね、私が考えさせていただきました。ああ、いいお題です。モロハがモロハが宝くじで2億当選、第一声なんと言った？モロハ ね、 いいね、革命でおなじみのモロハさんですよ。2億円当選の第一声、はい、お、山口くん早い。ではいきます。モロハが宝くじで2億円当選、第一声なんと言った？ごめんなと思うよ。あ、もうそのままね、変わらずね、うん、なんならもう僕もほら、なんならもう俺はもう行くよまで書きたかったぐらいですね、うん。早いもん勝ちみたいな。そうそう、これもう先に言っとかないとと思って。これ一発目。そう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 。いやー、仲良しですね。でもモロハと言ったらそれみたいなところがねあるね。わあ、でも むずいな。なんかこうごめんな友よと、はい、なんとか戦みたいなキーワードしかパッと出てこない。いきます。モロハが宝くじで2億円当選、第一声なんと言った？積み立てニーサじゃゴミだ。なちまちまやってらんねえって、もう一括でバーンってね。はい、お、山口くん。モロハが宝くじで2億円当選、第一声なんと言った？あのもう本当にこんだけの巨万の富を得たので、あの剣に改名します。モロハどころじゃないからね、もうお金関係あるんかなそれ。そのもうモロハじゃなくなったからもう。あのね、もう攻めるのみってことね。そうそうそう、もうそんなそんな謙虚に言ってられない。2億もあったらもう剣に改名させていただきます。怖いもんなくなったね。そうそうそう。第一声。
確かに第一声なのも重要ですよ。第一声なのも重要するいや俺はってなっちゃうな。はい、お渡辺匠さん、モロハが宝くじで2億当選、第一声なんと言った？シンプル。そらそうですよ。そうね、第一声ですから。口調はあれなんだね、うん、ちゃんとね。第一声やからそら喜ぶよ。ガッツポーズもきっとしたでしょう。コメント欄ではね、一応こうつなぎの時間静かでもいいから大喜利に集中してほしいっていう優しい声もいただいてます。これむずいなぁ。僕ちょっと苦手な系統かもな。どうしますか。お、ソウさんが腕を走らせてる。ソウさんモロハ強いな、はい、いきます。モロハが宝くじで2億円当選、第一声なんと言った？1億と1億で2億なんだなぁ。もう何でもよくなっちゃった。アホのやつになる。何も響かないね、うん、2億持ってんだもん。もう何言ってもいいやってなっちゃった。何で分けたのかもよくわからんじゃない。はい、というわけで、現在ですね、回答が、34回答出ております。はい、番組はね後半戦に入りますけど、もうすでに、10時46分でございます。34回答なんでまだ3分の1ぐらいしかいってないですね、うん、思ったより時間が経ってるっていうのがびっくりしました、ね、確かに結構 ね、 時間がね、やってる方はそんなに、うん、まだ苦じゃないね。そうそう、まだ楽しい。まだ楽しい時間。なんか10分ぐらいしか経ってないと思ってたんだけど、つい40分とか、うん、もう結構経ってるね。そうです。僕らはね結構4人でやることによって、前はね2人でやってて結構苦しかったですけど、ね、4人いるとやっぱり考える時間も増えて、うん、そうね、そう楽しいんですけど、聞けるのも楽しい、ね、そう、うん、何よりコメント欄がいつもより動かないのがすごい怖いですよ。僕ら的にはもうすごい楽しいんですけど、そうね、前の大喜利会に比べたらすごい充実してるんですけど、ね、うん、コメント欄が全然動かないのが一つ心配というぐらいで、CM の方に行きたいと。僕らちょっと水分補給をしましょう。よろしくお願いします。ちょっと しばし休憩させていただきます。 CM で。小西と山口の歌たれ。京都下鴨でコーヒー豆の焙煎をしているイプクコーヒーです。コーヒーの好みを言ってくれたら、その時の在庫から豆を焼いてチャリでお届けします。 100g600円、遠方への送料は200円。コーヒーが好きだけどドリッパーやミルがないから家でコーヒーを入れたことがない人には、おすすめの道具やめちゃ美味しくなる入れ方まで丁寧に教えます。 Twitter、Instagram の DM から注文お待ちしております。アットマーク IPPKU アンダーバーコーヒーで検索してください。じゃあ僕らとリスナーの皆さんで100個の来年の目標をかき集めて、うん、その通り、そこからね、わいいやんその目標とか、やっぱりねこれを機会に自分で見つけたりとか、うん、これはもう、ね、見つめ素晴らしい企画です。素晴らしい企画ですよ本当に。いやいや、果たして ね何個の目標が集まったのか。さあ発表されました、宣言トータル数は43個です。目指せ100という話でやってました。100なめんなって話。そもそも、俺は言ってたの。100なめんなって。何でもかんでも本当に100やりゃいいと思ってる。気がいいからって。毎回毎回100個って3桁ですよ。3桁すごいですよ。90分に伸ばしたからって余裕ぶっこいてんじゃねえの。1時間入っても100分いってないわけ、うん、100なめんなって話。何つもり入ってんねん。小西と山口の歌たれ。100なめんなって話。やっております。はい、やっております。小西と山口の歌ったね。大喜利108発、懲りずに100を超えようとしてますけどね、うん、前より目標数増えてるわけですからね。そうです。
8プラスされてますから。まあまあいいペースじゃないですか。うん。うん。まあ前の番組1時間で100やろうとしてたって思ったら、今50分使って34だから、まあスピードが上がったわけではない。確かにね。番組の基準時間が伸びてるだけ。僕らの馬力は変わってないけれども、うん、強い味方がたくさんいるということで、なんだお便りが来ておりますので、はい、紹介させていただきます。ラジオネームおもちちゃんからのお便りです。ありがとうございます。今年の冬なかなか寒くならないのなんで？あ、お題なのこれ。なるほどね。お題を読ませていただきました。全然ね、お題だからといって別に答えなくてもいいですよ。答えづらいと思ったらもうそのままスルーでも寒いようで終わらせてもいいんだね。なかなか寒くなる、なんでかな、暖冬だからかなーつって、どうしてーつって終わってるんです。そうね、一応ねお便りブロックなんでそんなあんまり肩に力入れなくていいですよ。全然、まあ確かにね、そうそうそう、スピンオフみたいな感じでね思ってもらったら。はい、お、そうさん、今年の冬なかなか寒くならないのなんで？僕らの方も悪い。人のせいにしちゃダメよって、こっち側にも問題があるって一回考えてみなかったのっていう話ね。確かにこれはそうかもしれない。なんでじゃなくてさっていうね、こっちでも考えてみようよっていう。これでいきましょう。最適解が出ました。僕らの方も悪いという。続いてのお便り紹介させていただきます。はい、ラジオネーム上品次郎からのお便りでございます。ありがとうございます。小西さん、山口さん、ニードルマークスの皆さん、こんばんは。こんばんは。今年の M1 本当に楽しかったですね。うん、いろいろな要素が絡み合って、敗者復活戦も含みこれまでの一番好きな M1 グランプリだったかもしれません。うん、終わった後の感動引き出し系番組がなくて、決勝戦の次の日に寝ておらず目バキバキのファイナリストたちを集めて当日の映像を振り返るとともにネクストデイという番組になってたのも良かったなと思います。うん、基本的に表に出る人には見せるぞって彼らが思って見せている顔だけを見せてほしいですよね。うん、上品次郎です。ここまでがあの自己紹介。まだ名乗ってなかったんだ。さて本日は大喜利回答を108個ということでリアルタイムで応援したかったのですが、うん、訳あって難しいため最近忙しいね。ひとまずいくつかお題を送ります。うん、ありがとうございます。今年の抱負を聞いてついギャルだなとなった抱負は、徹子の部屋最終回のゲスト誰、一富士二鷹三なすびみたいなことを言っていい夢を見せてください、楽天カードマンの親友の名前を教えてください、アンミカがプロデュースした クリスマスケーキどんな名前、良いお年をに難癖をつけて切れてください、いつでも探しているよどっかに君の姿を、そこにはおらんやろうどこ、ゲスト声優が千鳥の劇場版名探偵コナンのサブタイトルを教えてください。108個頑張ってください。今年もたくさん楽しい配信をありがとうございました。皆さん良いお年をということでございます。めちゃくちゃいいお題ばっかりじゃないですか。これお題の福袋かと思いましたよ。あらうまいこと言っちゃってねえ、確かにその通りいいお題ばっかりでした。彦村さんに確認してみます。かなりお得でしたね。ねえ、彦村さんに確認して、彦村さんに電話してすいません、こういうお題いただいたんですけど、はい、これってお題の福袋ですか？お題の福袋やーっていうのはちょっと申請制なの。そういう系って全部彦摩呂に申請制なの無理。僕ら勝手に言うわけにはいかないから。コピーライト彦摩呂になってます。マルシー。マルシー彦摩呂。そんなことではね、確認ができたらお題の福袋やーとはね断言できるんですけど、今のところは家庭で福袋のようなね、バールのような福袋のようなものが。ありがとうございます。これせっかくなんでね。やりましょう。冷めないうちに、うん、いただいておきましょうかね。一個ずついきます、これね。一個ずついきますか。一個ずついっちゃう、うん、じゃあまず、今年の抱負をついて、あ、今年の抱負を聞いてついギャルだなとなったどんな抱負。だからまあ新年明けてね聞かれるタイミングも多いでしょう。今年どんな一年にしたいですかっていう。まあ、ギャルもねもちろん聞かれてるでしょうから、そうね、それをこう普通に考えたら分かりそう。あ、はい、小西くん、
今年の抱負を聞いてついギャルだなとなった。どんな抱負？てか寒くね？抱負どうこうよりね。そんなことより寒くないか？ギャルと会話ができると思ったら大間違いですからね。できますよ、会話ができるギャルもいます。どうしますか、ギャルまだ行きます？ギャルまだ行っちゃう。はい。お、はい。たくみさん、今年の抱負を聞いてついギャルだなとなった。どんな抱負？打ち上げ。シンプル。シンプル。抱負とかじゃないんだからもう。きっとギャルもそう言ってるでしょ。最近の予定答えてるだけだから。ギャルも。はい。はい。今年の抱負を聞いてついギャルだなとなった。どんな抱負？てかミキ誕生日近くね。だから話聞けよ。話聞けよ。そういえば、あーもう年末かーって思ったら、あミキ1月3日じゃん。じゃあ話聞いてほしいな。抱負を聞きたいよちゃんと。次行きますか？次の行きますか？行っちゃう、次行っちゃう。ソウさん、行きます？あ、行きます。お、今年の抱負を聞いてついギャルだなとなった。どんな抱負？え、抱負って言うけど大抵負けとかなくない？かっこいいギャルやな。かっこいいギャル、すごい。なんかついていきたいギャル。抱いたら勝ちやって思ってる。抱いて負けとかないから。じゃあ次の。あ、次のゲスト。あ、ゲストじゃねえ。次の問題。まだでも。徹子の部屋最終回のゲスト誰？わあ。黒柳徹子ね。いろいろ徹子の部屋ももう長寿番組ですから。はい。はい。今週も早かった。徹子の部屋最終回のゲスト誰？こうポツーンと黒柳徹子がいて、まっすぐこっちを見て、あなた。怖い、怖いですね。世にも奇妙な物語みたいな。はい、椅子が真ん中に。徹子の部屋最終回のゲスト誰？徹子オリジン。なんでクローンの前提やねん。違ったよ、俺たちが知ってる徹子は。なんでクローンの前提やの。はい。はい、小石くん、ポンポンいきますね。徹子の部屋最終回のゲスト誰？本当にやっと来ていただきました、ネゴシックスさんです。なんでやねん。もっとおったやろ。好きやな、ほんでネゴシックス、お前は。ここは私です。次行きますか？次、はい、次行きましょう。次か。はい、一富士二鷹三茄子みたいなことを言っていい夢を見させてください。これね、僕もなんか似たようなお題を考えてたような気がする。あ、そうだ、一富士二鷹三茄子以外にいい夢で見るものほぼ一緒ですね。このリズムがいいですからね。そうね、一富士二鷹三茄子。いい夢見させてくださいとね。みんなの、はい、はい、お、渡辺拓海さん、一富士二鷹三茄子みたいなことを言っていい夢を見させてください。一ムム二ヘゲ三デュフフ。いい気分にはなった。いい気分。デュフフが3に来るのもなんかこうそうなんだ。
3はデュフフなの見てんねやっていうね。はい、お、そうだ。では一富士二鷹三なすびみたいなことを言っていい夢を見させてください。一輪ニラのサンドイッチあんまニラをいい夢なんかな、数えたことないですけど一輪二輪ってねサンドイッチがもうやっつけやけどねもう。はい、はい、小西君、一富士二鷹三なすびみたいなことを言っていい夢を見させてください。トカツクポンポンポンスポンアクセルホッパーやんサタデーナイトなんかなっつって、いい夢なのかしら次いきますか。あ、ちょっとお、山口くんいきます。ちょっと待ってくださいね。一富士二鷹三なすびね、文字数が意外と多いからこう割とね成立させるのも難しいですよね。縁起物みたい なんかそういう面白さの方向もあるしね。はい、じゃあ山口君、一富士二鷹三なすびみたいなことを言っていい夢を見させてください。君好き今がラブ大好きラブいるんかな君好き今がラブ大好き、食い気味の大好きが来てる、うん、そうそう最後無理やり無理やり合わせた感じ、覚えたての告白や、うん、とにかく伝えたかったやろうね。次行きましょう。はい、楽天カードマンの親友の名前を教えてくださいなこれいいですね。ついてくるね。わあ、でもなんかむずいな。はい。お、はい。たくみさん。楽天カードマンの親友の名前を教えてください。アビラジエイあそこも通過はない、なんやもうそのスパイダーマンとピーターパーカーなるほどそういうね、そういう組み合わせなんや、うん、そういう設定になってんだよね、うん、はいはい、小西くん、楽天カードマンの親友の名前を教えてください。タケポン意外と意外とちゃんと普通にね、タケチホダカタケポン、そういうことない、小3から小6までクラスが一緒や、補足すなよ、中学別やったけど高校が一緒や付け足して頑張ろうとすなよタケポン。楽天カードマンは東京行ったけどタケポンは地元でガソスター頑張ってるいいやつ、きっといいやつ。はい、あら、そうさん、楽天カードマンの親友の名前を教えてください。のもどういうことシンプルにのもさんね、シンプルにのもさん、山口くんでは楽天カードマンの親友の名前を教えてください。はい、前世紀の M フローあ、そこを通じ合ってたんや、この隠し方で。前世紀の M フロー、逆に時期的に M フローから影響を受けて楽天カードマンがあの隠し方してる可能性もあるよね、うん、
さあどうでしょうか。次にお題いきますか。次いきますか。アンミカがプロデュースしたクリスマスケーキ、どんな名前ですね。アンミカプロデュースね。なんかアンミカのキャラクター自体が印象強すぎて、アンミカがどういうことをしてるかってなんか全然知らないなって思う。ああ、なるほどね。うん、アンミカプロデュースのクリスマスケーキ。いや、アンミカに対する情報ってもう白しかないな。あ、そう。僕これ回答出す難しいかも。あとあの有名なエピソードトークのやつとかね。筆が止まってる。次行きますか、これ。次行こうか。良いお年をに何癖つけてきてください。僕あのアンミカのやつ名前を答えなあかんからちょっと無理やなって思ったけ ど、 あ、 なるほど、ね、あのこうフォーチュンクッキーみたいにあの切ったら中からあのロシアのスパイが出てくるっていうのをやりたかったんやけど、元彼がね、はいはい、そうそう、こう名前かっていうのをちょっとつまずいてた。良いお年をに難癖をつけて切れてください、ね、良いお年を、もう何も考えずに言うからね、うん、定型文としてね。はい、お、たくみさん、では良いお年をに難癖をつけて切れてください。それは俺次第なのよ。うざいな。もともとだいぶ機嫌悪かったパターン。良いお年を。はい、お、山口くん、良いお年をに難癖をつけて切れてください。過ごしてねまで言ってくれないと分かんないじゃん。めんどくさい。山口くん側の問題やで、それは。求めすぎやで、向こう側に。そんなんじゃ来年一緒にいてられへん。途中で終わってますから。はい、お、そうさん、では、良いお年をに難癖をつけて切れてください。え、かけいい年を。言うてないよ。言うてないよ。何も聞いてない。かけいとしようって言われてキレてるのもよくわからないし。確かに。キレんくていいや。はい、はい、小西くん、良いお年をに難癖をつけて切れてください。年寄って誰よ。ほっしゃんの。ほっしゃんの滑らない話ね。ガス台って書いてたのを米さんが見つけて、ガス寄って誰よって言ったメモだよね。次のお題いきましょう。はい、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を、そこにはおらんやろう、どこ。
いや、山口くん、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。そこにはおらんやろ、どこ。この年にまでなってスイパラおらんな。スイパラにはおらんな。スイパラ探す方がまず難しかったりするしスイパラ近くどこにあんのかなって全然もう分からへんね。そうです、うん、ピントもけえへんしね。中学校の時の同級生の女の子はもうスイパラの場所全部把握してたね。本当に暇さえあれば行ってたから。はいはい。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。そこにはおらんやろ、どこ。ガスメーターボックス。どれ、あれか、あの家の横のね。マンションの、ガス点検の人しか開けないところ。ガス点検の人か、まれにアマゾンとかの置き配で指定できるときはね。あそこの前のとこ置いといてくださいね。はいはい。小西くん、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。そこにはおらんやろ、どこ。大胸右のこめかみのとこくるぶしのとこいるわけないのにビブラットかけるな。伏線回収ですね。一番最初の方の大胸右こめかみくるぶしね。あ、掃除もし忘れんねんからここね。そう、ついつい見落としがち。次行きますか。お、ソウさん行きますか。はい、ソウさん。はい、ではいつでも探しているよ、どっかに君の姿を。そこにはおらんやろ、どこ。京都タワーと銀閣寺。ほら、全開しすなよ。もうがっかりすなよ。誰ももう行かへんから。京都に住んでる人やったらとりあえず行かへんから。さあ続いてのお題は、ゲスト声優が千鳥の劇場版名、ゲスト声優が千鳥の、劇場版名探偵コナンのサブタイトルを教えてください。はい、コナンの映画のタイトルは毎回ね、そのルビーの振り方が、ね、はい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 、ハンターハンターみたいな。そうそうそう、読ませ方をしますからね。これむずいなぁ、千鳥。ゲスト声優でタイトルまで巻き込まへんやろと思うけど。千鳥は結構代名詞的なフレーズがたくさんありますからね。そうですよ。みんな固まってるこれ。いやー、ちょっとどこをどういじるのかめちゃくちゃ迷いますね。うん、千鳥のフレーズがもう面白いからね。いや、そうね。うわー、これは答えたいけどなんかむずいな。はいはい。ゲソ声優が千鳥の劇場版名探偵コナンのサブタイトルを教えてください。智弁和歌山のドライバー。誰だこれ。誰だこれ。持ってきてるだけですからね。はい、はい、では千鳥がゲスト声優の劇場版名探偵コナンのサブタイトルを教えてください。
劇場版名探偵コナン板前のスパム。あーいいですね。いかにかんやのにスパムって言わせんねや。どっちが来るか分からへんからね。すごい、いかにかんかスパムやからね。ありそうやな。やりそうやな。いや、やりそうなんですか。はい、というわけでお便り以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お便りブロックでもだいぶ稼がせていただきまして、ね、いいお題をたくさんありがとうございました。55個いきました。うん、56、57、やっと折り返した。折り返しました。いや、相変わらずチャット欄は動いておりません。怖くなってきました。ちょっとアーカイブ放送、アーカイブをね、配信のアーカイブを見るのがちょっと怖くなってきました。アーカイブ見てゾッとするんだろうな。俺たちこんな黙ってたんだっていう、ね、恥ずかしいですよ。はい、お、じゃあ次のお題いきましょう。次のお題、バズレシピのリュウジがこれが引退作になりますと発表した、どんな発表、どんなレシピを出した。バズレシピのリュウジといえばもうツイッターでいろんな簡単レシピを出してる人ですね、うん、やっぱ簡単で作れるっていうのはね、いいですから。あのリュウジさんの引退作、あんまレシピ出してる人の引退作とか聞いたことないですけどね。なかなかこうやっぱり僕らもね、あのそういうこうレシピとかに、なんていうのね、こうあんまり造形が深くないですから、ね、ちょっとどこからこうつなげていけばいいものか。確かにな。わあ、これどうしような。はい、小西くん。バズレシピのリュウジがこれが引退作になりますと発表、どんなレシピを出した。塩煮なめ。リュウジさん、あの出家するらしいです。絶対それをレシピとして出したらダメですよ。人間っていうのはこれだけで十分なんだ。さあ、みんな思ったように筆が進んでおりません。書いては消したりをしてる人もいますね。何よりバズレシピですから、バズりそうな極端さがね。お、小西くん、2回連続バズレシピのリュウジがこれが引退作になりますと発表、一体どんなレシピを出した。百汁百菜欲張りプレート。やっつけがすごい。もう最後だからねっつって、大盤振る舞いっつって全部出してくれたんですね。もう、はい、お、山口くん、バズレシピのリュウジがこれが引退作になりますと発表、一体どんなレシピ。板前のスパム。まだ残ってたんや。スパム残ってたんや、そこに。どっちなんかな。イカが出てくるんか、スパムの方が出てくるのか、ね、バズらないといけない。バズレシピっていうのがね、はい、お、そうさん、そうさん、バズレシピのリュウジがこれが引退作になりますと発表、一体どんなレシピを出した。完璧なカルピス。もうすっごい究極の割合で誰も到達してないからね、うんうん、それができた時に、あ、もうやめようって思ったんやと思う。やることないなって。そうそうそう、うん、
さあどうしますか、次行きますか、次行きますか、次行っちゃってもいいですよ、次行っちゃいます、はい、次お願いします、はい、次のお題はこんな検索履歴は嫌だ、どんなの、シンプルな嫌だ系が出てきましたね、はい、はい、山口くん、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、妹スペース妹妹気持ち悪い気持ち悪い意図が分からへんもん、もう気持ち悪い嫌ですね、嫌やな、なんか嫌やわ、なんかね、いや、なんか嫌2個でも怖いのに間開けてるのもちょっと怖いし、いや、やな、はい、はい、小西くん、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、母親スペース交換、あ、怖い怖いな、家族ぐるみ多いな、さっきから。でも逆にそのなんかね、逆にその風俗的なサービスが出てくる可能性もあるから、ね、確かにね、そうそうそう、うん、出張お母さんみたいな、こう家事代行みたいな、ね、はい、おろ、はい、あ、じゃあ総さんいきますか、はい、こんな検索リアルキュアで嫌だ、こんちょっと一本グランプリから大喜利人系の読み方でしょう、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、ぶっかけうどんスペース由来嫌やな、嫌やな、すごいなんかちゃんと嫌かも、ぶっかけうどん由来ちゃんと嫌かもしれない、小西君いきますか、はい、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、コーラスペースだけスペース味がわかるどういうことコーラ以外は何も感じひんってことすっごい不安やったんやと思う確かにいや検索履歴って何でも入れられるね、これね、うん、うん、そうね、確かに、はい、はい、山口くん、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、ミッフィースペースエロ画像いや、嫌やなあれ、性的な目で見てる人おんねや、いややな、いろんなキャラで意外とそういう絵があるとかいうのは聞くけど、そうそうそう、ミッフィーは聞かんな、全部あのカラーバリエーションしかない、二次創作でもあのカラーバリエーションしかないはい、はい、お、小西くん、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、みちょぱスペースゾウオ並んだよその2つを絶対に憎しみ悪、絶対その2つを並べちゃダメですよ、さあどうしますか、次いきます、そろ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 行っちゃう、あ、まだ行くまだ行っちゃう、まだ検索しちゃう、はい、お、小西くん、こんな検索履歴は嫌だ、どんなの、ガチャピンスペース横領嫌やなそ、夢壊さないでよ、ムックは知っていたのかどうかっていうとこですよね、あった前提やもんね、検索かけられてるってことはちょっとそうそう、いきます、次の題、いきますか、はい、次の題お願いします、
ディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。これむずいですね。ディアゴスティーニね、こう毎月ちょっとずつパーツが届いて、そうですよ、1年2年ぐらい買ったら完成するってやつね。月刊本当の幸せが、はい、お山口くんでは、ディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。毎冊毎冊あのお米が一粒送られてきて、最終的に茶碗一杯になる。最後もうね、後半もう行っていいんかいまだなんかが分からへんからね、もうどこからが完成なのか、ね、もう炊いていいんか炊いたらあかんのかそこを耐えて耐えての、うん、あ最後の最後に茶碗一杯なんやっていうのもね、本当噛み締めるんやろうね、食べることの喜びをね、一粒一粒の、いろいろあるけどやっぱお米が一番だな一粒一粒の思い出がね、そうそうそう毎月毎月のなるほどね、いやいいですね。はい、おソーさん、ではディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。毎月人体の一部が送られてきて、最終的にお母さんお母さん怖い怖いな、革新的なパーツは後の方に来るやろねまさかまさかと思ってたら最後頭が届いて絶望する。本当の幸せなんかなそれは。はいはい。ディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。毎回鏡がついてくる。怖っ。怖いな、自分で考えろよ、ちょっと意味深やな、自分で考えろよって、こっち任せじゃなくてね。はい、お山口くん、ではディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。あの文字が一文字ずつ、手、神、すべて、し、お、るとか送られてきて、最終的に組み合わせると、うん、あの神は全てを知っているって黒い看板になるあの北海道にたくさん貼ってあるやつやキリスト教が多い地域にめちゃくちゃ貼ってあるやつや、田舎特有のやつですね。はいはい、小西君、ディアゴスティーニから発売月刊本当の幸せの内容を教えてください。何も届かないずっと逆にねずっと逆にも何にも、これもだから自分で考えろ的なことですよねそうね、本当の幸せですからね。あ、それかな、こう本当の幸せなんだろうな、うん、本当にあるのかな。そうそう、次いきますか、次いちゃう。はい、自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは。わあ、なんかめっちゃいいお題。他者啓発本ね。啓発本ね、
はい、たくみさん。自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは？定時になったらみんな帰れお前らがなっていう、まずね。じゃあ僕も。はい。自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは？叱って殴った後の話はい。お、山口くん。自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは？やっぱ有名なところからね、あの対抗して、嫌う根気あ、いいですね嫌われる勇気 VS 嫌う根気こっちもやっぱり粘り強さ一生終わんない泥沼の戦いが嫌やな、同じ環境にいたくないね、それ読んでる者同士のね。店頭でもきっと並んで置かれるでしょうからねはい、総さん。自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは？他者って70億人いんねんアンミカが出してるやん哲学書みたいな感じにもあるしね、もう確かに他者とはみたいなここに来てるまさかのアンミカカムバックでしたねそのアンネンがタイトルになってるのも思うしお、はい、いきますか、小西君。いきます。自己啓発本に対抗した他者啓発本のタイトルとは？おしゃれ系のやつです。フランス人は10着しか持たないみたいなやつの。中国人は100着買って帰る。もう爆買い。爆買いも爆買いですよ。もう他者啓発とか。でもないけどね。ねこのこうう対抗してるだけやもんね。こういう遊び方をするとね。そんなところですか。さあ、今回のこの他者啓発本のタイトルのお題で、77まで到達しました。77。ああもう割と本当3分の2ぐらいですかね。ね、7、8割いってるわけだ。一旦、20分休み。長いな。ラストスパート行くつもりや。CM 休憩挟んでね。ラストスパート行きたいと思います。小西と山口の歌たれ。小西と山口のうたたね、ディレクターの渡辺です。おうおう、番組ではリスナーからのサポートを募集しています。そうなん？番組ブログとして更新しているノートの金額を設定いただけます。サポートいただいた方へは番組ステッカーをプレゼント。僕の家であまり散らかしている履歴書用封筒に入れてお送りします。嬉しいね。詳しくは番組ブログのノートをチェックしてメディアムレアに焼いてください。今ね、これおにぎり派閥の人は怖。おにぎり派閥の人は怖。おにぎりはそういう安心感。おにぎりはそういう安心感。こういう安心感がいいんだよ。って言う人いるかもしれないけど。パンだって安心感ありますけど。パンだって安心感ありますけど。パンだって安心感あります。怖。パンだって安心感あります。怖。怖。海苔がパリパリになっただけで。怖。進化した気になってんの。怖。パンだって安心感あります。怖。怖。パンだって安心感ありますけど。激早や。ファンかけしはや、かけしはや、ふわふわ、ファンかけしはや、かけしはや。小西と山口の歌たれ。私おにぎり派だよっていう人は、うん、まあ、もう全然聞かなくていい。怖っファンかけしはや。はい、やっております。はい、もうギリギリ間に合いました。今回はもう大喜利108発目指してやっていますが、はい、今回、てか現在77個。はい、結構ね、もう長丁場でございます。皆さん今見ている方は本当にお付き合いありがとうございます、うん、ありがとうございます。ちょっと不安なんでね、うん、本当にもう一文字でもいいんでチャット欄を動かしてもらえると僕ら安心しますので。そうね、うん、全然本当ちょっとでも面白いなって思ったらなんか
座布団のね四角い絵文字とかね、なんかいやでも生では見てられないってことですよ。パチパチパチみたいなのを送っていただけると本当逆に面白くなかったら面白くないっていう、面白くないっていうのも全然送ってもらって大丈夫です。それでやっと僕ら今週の回はポッドキャストで 1.25 倍の速度で聞こうっていう面白くないっていう意見でもいいので本当チャット欄送っていただけると僕ら安心します。本当なんていうんですか、白い壁にずっとやってるような気持ちになっておりますので、僕ら目の前にはソウさんがいますけどね。そうです、うん、本当に画面の向こうの人たちは楽しめているんだろうかっていう気持ちで今やっておりますので、もしできればチャット欄とかも動かしてもらえるとありがたいです。高評価とかもね押してもらえるとありがたいでございます。さあというわけで、続けておりますが大喜利108発お便りが来ておりますので紹介させていただきます。はい、ラジオネーム歩いて5分さんのお便りです。ありがとうございます。メイドカフェみたいなあなたが好きな、あ、メイドかけるカフェみたいなあなたが好きなものを合わせたお店を教えてください。なるほど、これもお題でございますね。メイドカフェ的なあなたが好きなものね。はい、お、山口くん、ではメイドカフェみたいなあなたが好きなものを掛け合わせたお店を教えてください。ハンバーグ×師匠おんねやおんねや、あえんねや、お店で好きですからね、師匠はみんなすっごいうるさそうやね師匠はみんな好きです。テーブルごとにね、ジャイーンってこう客は弟子っていう設定なのかなそう弟子コンセプトで、はい、ちょっと行ってみたい。そうさん、メイドカフェみたいなあなたが好きなものを掛け合わせたお店を教えてください。コントロール ×Z ありがたいね、いつでもね、ありがたい。ミスった時はとりあえずね、 Mac ユーザーの方は コマンドですね、うん、このなんかね、その四つ葉みたいな、今目の前にコントロールがあったんではい、はい、小西くん、メイドかけるカフェみたいなあなたが好きなものを掛け合わせたお店を教えてください。ガンもかけるドキガンもどきやんけガンもどきやんけ、ただ胸躍るむしろ分解してるやん、掛け合わせてるどころか大好きなガンもとこう胸の高鳴りをね味わえる、うん。さあ次いきますか。はい、続いてのお便り紹介させていただきます。ラジオネーム腰がかゆいからのお便りでございます。腰かゆちゃん、ゆく年来る年腰かゆちゃんだよ来年もよろしくね、うん、みんなの2023年の流行語は何？腰かゆちゃんは12月24日に彗星のごとく現れた、ほんとにうんちしてまーすだよスタミナパスね、うん、今日は大喜利会だね。本当にうたたの人たちは大喜利が好きなんだね、すごいね。せっかくだからお題を送るね。ここらちゃんも大量にいただいてるので、あのざっと一旦読み上げさせていただきますメンヘラドレミの歌、ドはどうして連絡くれないののド、レは連絡したら迷惑だよねのレ、ではミはあーいいお題ですね続きまして、マルチバースの大谷翔平はどんな人、続いて、それなら作ると全国民がマイナカードをこぞって、欲しがるようになった新機能とはああいいですね、君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください、うん、12時からタツが2024年をもって引退、新メンバーとして加入するのは何あこれも俺ほぼ全く同じお題を考えてるわ、煩悩108個のうち46個目は何、いい、ね、小西と山口の歌たね759回目のテーマはとやっぱりお題作るのって難しいね、来年はもっと頑張るね。みんな大晦日は雨が降るから傘を持って出かけられ、場所によるやろ。ゆく年来る年腰かゆちゃんでした。また来年。ありがとう。ありがとうございます。いっぱいお題送ってくれました。腰かゆちゃんもいいお題をいっぱい送りましたね。まず一発目ちょっとね行かせていただきますよ。メンヘラドレミの歌のド、うん、ドはどうして連絡くれないの、ドレは連絡したら迷惑だよね、ではミは。うん、
はい、はい、小西くん、メンヘラドレミの歌のドミはみんなに言ってるでしょ。つらいね。はい、行かせていただきます。言ってんねやけどね。あ、どうぞ。あ、すいません。メンヘラドレミの歌のド、あ、メンヘラドレミの歌のミはみんなのミ。引っかかってるやん。自分以外の存在に引っかかってるやん。私が知らない人たちとよう遊んでるみたいやけどみたいな。こういうちょっとしたのがね、引っかかりますから。はい、はい、そうさん、メンヘラドレミの歌のミは味方だと思ってたのに。マジのやつじゃん。まあ、やっぱソウさんはやっぱメンヘラ慣れしてますから。この問題の例文で出てきてるドとレもなかなかクオリティ高い。確かに。はい、はい、小西くん、メンヘラドレミの歌のミはミカの誕生日忘れてたでしょ。シンプル。ギャルの友達がいなかった世界線。抱負の時の思い出してくれなかったから。早くあのギャルが駆けつけてほしいですね、はい、このメンヘラのことに。さあ渡辺拓さん行きましょう。メンヘラドレミの歌のミは未読ってどういうこと。バチリ。ありあるあるあるですね。みんな引っかかったことある。ちゃんとみんなリアルというか、まあ、ちゃんとクオリティ高いメンヘラですねみんな。はい、お、ソウさんもう一発いきます。メンヘラドレミの歌、あ、待ち、待てが、またひねる、あの、つまみを間違えました。メンヘラドレミの歌のミは見た目が9割なんて嘘。あの、ま、句読点のね、この丸丸丸の点具合がね、こうクオリティ高いですね。この丸丸丸がクオリティ高いですね。さあ、みんなのこうイマジナリーメンヘラがすごいもう、はい、暴れ出してますけれども、はい、さあ小西くん行きましょう。メンヘラドレミの歌のミは明朝体。どこに引っかかってるの。ってことはどこで引っかかってんのよ。いつもゴシック体だったのに最近明朝体使ってるってことはどこに引っかかってんの。かなりゆうくん明朝体なんて使わなかったのに。かなり高度なメンヘラですよ。さあ次のお題そろそろ行きましょうか、はい、マルチバースの大谷翔平はどんな人でございます。お、今鈴木えみさんからチャット欄で無音で見てるんですけど、108まであとどれぐらいなんですか。今85ですね。音出してくれよ。23です、あと、うん、あ、そう考えたらもうちょっと、ね、もうちょっとやね。マルチバースの、マルチバースの大谷翔平、むずいね。大谷翔平もなんかこう存在は知ってるけど細かい情報をあんまり知らなかったりするから、ざっくりイメージでいかなあかんっていうのはね。はい、はい、小西くん、マルチバースの大谷翔平はどんな人。ロト6で儲けまくってる。ピンとこう。野球やってなくても。ああ、なるほどね。結局どこの世界でもこの人は成功するんや。めちゃくちゃ金持ってる。はい、はい、ソウさん行きましょう。マルチバースの大谷翔平はどんな人。安い、うまい、早いの三刀流。増えてんねや。居酒屋展開してたんや。そのパターンの世界もあんのよね。まあ、でも結局成功してるわけですからね。すごいね。
やっぱ大谷翔平はすごいです。酒どころ大谷、うん、めちゃくちゃ繁盛してんのよね。なんかこうつこう大谷ね大谷いや行ってみたいな。大谷愛され店主なんやろうな。いやでも今のいいですね。いいですね。今の出されたらもう二刀流ボケ全然できへんなって三刀流いけてるってことは野球より居酒屋の方が向いてた世界線になるってことやからね。確かにね。なんならね、ああ二刀流超えてるわけやからね。大谷翔平は本当なんかこうキャラクター化してるからね、もはやすごすぎて。そうね、うん、なんか朗らかな感じでね。大谷翔平、大谷翔平でもそのキャラクターはあんま俺理解できてないな。なかなかこう僕らもあんまり野球を見ないですからね。そうなのよね。はい、お、こんにちは。マルチバースの大谷翔平はどんな人？砂漠に花畑とガストを作った花畑とガスト謎のチョイスですけど、まあ結局成功はしてるってことです。まあ並大抵の努力じゃ花畑とガストは作れないです。そうですそうです。フランチャイズ化できてるってことですね。はい、行かせていただきます。お、山口君。マルチバースの大谷翔平、どんな人？あの本当にもういろんな平行世界があって、いろんなこう大谷翔平がいるんで、今回あの図式化してみました。わからん、これカメラ越しじゃ全然わからへん。これちょっと情報がニッチすぎたかな。はい、これ一応ね、あのちょっと説明させていただくと、あのビンゴのマスみたいなのに中心に大谷があって、いろんなこう大谷で書いてるんですけど、あの大谷翔平が、はい、今の言うたらメジャーリーガーになってこう成功するために子どもの頃書いてた目標みたいなのが、ああなるほどね、こういう形式で書かれてるんですね。こう中心に何々をするためにはみたいな、そっから展開していくみたいな、ね、そうそうそう、それを引用させていただきました。わ、それを知らんかったな。ちょっとニッチすぎましたね。次のお題、はい、それなら作ると全国民がマイナカードをこぞって欲しがるようになった新機能とは？わ、これいいですね。いいお題ですね。うん、わ、マイナカードね。山口さん、はい、作ってます、もちろん。そうさん、それなら全国民が作るとマイナカードをこぞって欲しがるようになった新機能とは？面白フラッシュをもう一回見れる。あ、作るかもな。懐かしいしな。今作ってほしい世代はもう丸ごと作るやろね。うん、もう一定の層だけがすごい作るからね。マイナカードの新機能ね。
はい、はい、小西くん。それなら作ると全国民がマイナーカードを欲しがるようになった新機能とは。舐めるとかば焼き三太郎の味がする。いいね。ちょっと腹減ったっていう時ね。ちょっと一舐め、うん、ごまかしのね、ペロッと、うん、酒のあてにもいいなっつって。まあでもなかなかちょっとねこう、うん、喉乾いてる時とかきついかもしれないね。確かにね。はい、行かせていただきます。お、山口くん。それなら作る、全員がこぞって欲しがるマイナカードの新機能とは。山札から2枚ドローし、増税メガネを墓地送りにできる。すごい思念がすごい入ってるけど、みんなの生贄で、みんなの生贄で達成されるかもしれないってことは。そうそうです。はい。お、たくみさん行きましょう。それなら作ると全国民がマイナーカードをこぞって欲しがるようになった新機能とは。絶対に死なない。シンプル。そらそう。カードすご。そらそう。機能というのでくくっていいのか。はい。お、小西くん。それなら全国民が作るとそれなら作ると全国民がマイナカードを欲しがるようになった新機能とは。アップデートがされてわさび三太郎の味も選べる。追加すなよ。なんで最初のやつがもう完成された前提。まだ足りないという方にはみたいなね。そろそろ次のお題いきますか。君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください。はい、はい、ソウさん。君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください。うるせえ。シンプル。シンプル。これはもう速攻、スピードが大事。はい、はい、小西君。君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください。俺だって頑張ってる。確かに。そんないやいや言うてるけど。はい、ほら、ソウさんいきますね。君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください。俺たちをどうしようってんだ。てんだ。やからみたいなやつ。はい、お、山口くん。君たちはどう生きるかに対するアンサームービーのタイトルを教えてください。大巨匠の後始末。片付けようとしてるやん。失敗しそうやけど。大失敗しそうな気がするけど。そんなことないです。もうすごい流行ると思う。すごい流行ると思う。アンサーソングね。そう思うといいタイトルですね。君たちはどう生きるかって ね。お、結構もうあともうちょいになってきました。お、98。お、次のお題いきましょう。次のお題いきますか。12日からタツが、はい、2024年をもって引退、新メンバーとして加入するのは何。これもうほぼ同じお題僕を考えてました。はい、はい、小西くん。12日からタツが2024年をもって引退、新メンバーとして加入するのは何。真ん中に座ってる黒柳ですか。こっちを見て、あなた。もう疲れてきて天丼ばっかりしてるやん。あ、そういう回やったんやっていうね。うん、なるほどね。テスコの部屋最終回や。そこやってんや。それを告げる回やったんや。はい、はい、そうさん。12日からタツが2024年をもって引退、新メンバーとして加入するのは何。ミッキー。嬉しい。いやネズミがちょっと2個おることになるけど。なんかすごい大きなお金の力を感じるけど。大丈夫かな、日本の文化。大丈夫かな、そこまで食われて。ちょうど初めと真ん中ぐらいにネズミが来ることになるけど。はい、お、山口くん。
12時から辰が引退、新メンバーとして加入するのはチャゲ&アスカ2人入ってもうねえ、ウシ、トラ、ウー、チャゲ、アスになってもらう押されてまうのよ、それ以降のやつがちゃうけどねずれちゃうけどミーが、ミーがもう押し出されてまうからはいはい、たくみんさん12時からタツが2024年をもって引退、新メンバーとして加入するのは何？最近ゴチでクビになった宮野守る押し出し式でね、そこ立つのところいけんねや逆に昇格してないグレードアップしてるけど確かにね。次いきますか。お次いく、はい、煩悩108個のうち46個目は何46個目ね、中盤手前ぐらいですかね。46はね、でももうだいぶ出がらしな気もするな。そうか、1個目から考えた。うん、なんだかんだ苦しくなり始めてるぐらいだもう、うん、はい、お、総さん行きましょう。煩悩108個のうち46個目は何？野菜を取らなあかんやろという気持ち煩悩ですね言い方やろ46個目。はいはい、小西くんいきましょう。煩悩108個のうち46個目は何？すっごいすっごいエッチな気分もう3回目ぐらいです。なるほど、ね、性欲の登場3回目ぐらい、エッチ系がね このお題はさパスさせていただこうかな。僕もパスで。あ、じゃあはい、お、いっちゃう。総さんいきましょう。煩悩108個のうち46個目は何？忍者がかっこいい気持ち結構早いなこの自由さの割にかっこいい気持ち煩悩に溢れとるな。はいはい、小西くん。煩悩108個のうち46個目は何？かがんだ女子マネのお尻を見ちゃう気持ち気持ち気持ちなんかな、それ癖とかじゃなくて。うわ、なんと106ですあと2。このお題でいく？最後まで。次のいくか、どうしよう。もっと、あ、次の第5か。ああ、うん、あるあるんですね。ああ、ここにして山口の歌ったね。759回目のテーマは、なるほどね、今何回目これ。106。あ、今は76です。そう、放送自体76、第76回。もう10倍、10倍、これを10倍続けた果てですよね。はい、はい、福岡総さん。小西と山口の歌ったね。759回目のテーマは何？新ションベンアワー回ファイナルラスト。こすりすぎやん。めっちゃやってる。しょうもないはやってる。しょうもないやつをこすりすぎやん。タイトルももう被らんかったらいいみたいになってる。アンダーバーでつなげとけばいい。あの散らかったデスクトップにあるんでしょうね。大掃除しないと。はい、小西くん、行きましょう。小西と山口の手、小西と山口の歌ったね。759回目のテーマは、数とは。哲学的。もう話すことがなくなってきてる、ね。そうですよ。なんと、今の数とはね。108回に。
到達しました。あーやったやった、いったんや今ので。お疲れ様でした。あー数とはですよ、数とは108とは。いやでもこれ本当にやりましょう。どういうこと。せっかく108回目の回答なんで、小西と山口のうたたねが、759回目迎えた時、カズとはやりましょう。そうですよ、それぐらいの気持ちで続けていきましょう。うん、本当にカズについて話をしましょう。ゼロってないってことの存在の証明なんですよ。すごい処方。すごい。いやお疲れ様でした皆さん、4人とも。いやお疲れ様でした。いやコシカユちゃんのお便りのおかげでね。あ、そうですね、コシカユちゃんのお便りのおかげでね、ありがとうございます。無事に到達しまして、ありがとうございます。いやありがとうございました、本当に。いやいややりきりましたね、やりきりましたね。ちょうど日付を今ちょうど日付超えました。間に合った。何っていう感じだから、2時間、うん、丸々2時間ですかね。そっか、2時間やってんのか。ありがとうございました。湯気気になる方、ツイッターとか見てください。告知雑。はい。うたたねからもね、うたたねの番組からも、お知らせがございます。うん、今回の配信はアップルとサポティファイの各ポッドキャストから。ここはちゃんとね、本編にはアフタートークもつけて後日配信予定でございます。次回の配信は、約2週間後ぐらいの1月10日過ぎあたりを予定しております。12かな、前後思想っていうね、もしかしたら無理か、もしかしたら前後思想10日あたりかもしれない、11かもしれない、そのあたりを予定しております。22時から放送します。はい、次回の配信テーマは飲みなね新年会でございます。あ、差し飲みか、差し飲み会、差し飲み、差し飲みか、差し飲み新年会、差し飲みをしながら、これがね、新年会ということで、前回のアフタートークで多分決まったんだろうと思いますけれども、そうです、山口くんはほぼほぼ寝ていました。今私もここで知りましたね。本当に役に立たなかった。気になるよって方はですね、ぜひ前回分のポッドキャストも聞いていただけたらよいかなと思います。で、次回の配信テーマは差し飲みの新年会。うん、リスナーからのお便りでは、これを機に小西や山口に聞きたいことなどをお便りしており、お便りお待ちしておりますので、ぜひ番組のフォームから送ってくださいませ。おすすめのおつまみとかも教えてほしいね。あ、確かにね。うん、おったたねのお便りフォームはですね、いろいろブログとかの方からもアクセスができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、TikTok もやっております。やっております。すずりで番組グッズも売っております。売っております。全部ウェブサイトから飛べるようになっておりますので、チェックしてみてください。最新情報はうたたねの旧 Twitter、現 X、ID がうたたねアンダーバーポッドキャストからご確認ができますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。というわけで、今夜も小西と山口のうたたねは、カーリン、セットフリー、花柄ランタン、浅田匠、イプクコヒー、台風クラブ、中口カンタ、ヨーロッパ企画、南極ゴジラ、都築えいみ、映画アイアムジャム、ピザの惑星危機一髪の協力で、京都の東山にあります湯気からお送りいたしました。いやー、よかったですね、山にね。いやでも結構めちゃくちゃお題考えた割にはそんなに使わずにいけましたね。いやそうね、今回割といいお題が多かったような、ね、答えやすかったような気がしますね。プラス4人もいて、やっぱ馬力が上がって、非常に楽しく、なんかね、良かった回答を振り返りたいんですけど、はい、その総さんのやつと山口くんのやつでなんか一個ずつ爆笑した記憶はあるんだけど、はいはい、何か分からない。思い出せない。もう思い出されへんもんね。あ、確かに。何で笑ったっけ。ちょっとまたね、なんかこう、それこそ番組ブログとかで、ね、振り返ったりとかね、なんかしたいなと思います。ちょっとアーカイブを見るのが楽しみですね。そうですね、まあ、楽しみ反面怖さ反面。そうね、そうですね、うん、いやでもなんかこうお題がすごい、ちょっとこのお題はきついなっていう時間がそんなになかった。うん、なかった。お題に余裕が、数に余裕があるってのも分かったから答えやすかったね。もう次行こう次行こうみたいな感じがすごかったですね。めちゃくちゃ良かったですね。ちょっと今回ね、出せなかったお題とかも、うん、またもしかしたら来るかわからない大喜利会の時に温めて使えたりとかね、したらいいかなと思います。そうです
ね。いや、お疲れさん。お疲れさん。お疲れさん。良いお年を。良いお年を。